当時4歳の娘が中毒した事件で、摂取させられたとみられる不当液の購入に使われたアカウントが削除されていたことがわかりました。逮捕された両親が証拠隠滅を図ったものとみられます。この事件は去年3月、台東区今戸のマンションで細谷義樹ちゃん、当時4歳に不当液と抗精神病薬を摂取させて殺害したとして、 父親の健一容疑者43歳と母親の志保容疑者37歳が逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、警視庁が押収したパソコンやスマートフォンを解析したところ、吉木ちゃんが亡くなるまでの1ヶ月の間に不当益を購入した履歴が確認されました。しかし、購入に使ったインターネット通販のアカウントは削除されていたということです。 当疑について司法容疑者は逮捕前の事情聴取にこう答えていました。買っているとすれば私が購入した。一方健一容疑者は知らないと話していたということです。警視庁はアカウントの削除について証拠隠滅を図った疑いがあるとみて詳しく調べています。